第4位。エイリアンと接触した人々は特殊能力を宿すようになる。うん。これちょっと面白い話なんですよね。うん、こちらは nexasnewsfeed.com からピックアップした話題なんですけども、コンタクト、コンタクティーっていう人がいます。それからアブダクティーっていうふうに呼ばれる人たちもいます。で、いずれにせよですね、エイリアンと何らかの形でのせ、えー、と接近装具っていうのかな。 1> 第1種から第5種ぐらいまあるんだけどもこういうような体験をした人たちはこの体験後に特殊な能力を発発揮するる傾向ががあるっていうレポートが発表されましたで書いたのは誰かというと元国防,省、えー、国,防省国防総省ですね、えー、関係者なんですけどもエイリアンにコンタクトしたりアブダクトされたりした直後から突然弾いたこともないピアノ の達人になったりとか、ラカンパネルとか引いちゃったりとか、で直感が異常なまでに研ぎ澄まされたりするっていうことは結構あるんだそうです。あまりこの分野のレポートっていうのはあまりなかったんで、結構面白いなと思ったんですよね。でこのレポートを書いたのは元国防総省の職員で体調好活動簡単インテリジェンスの専門家として仕事をしていた人なんですね。 でここでまず言っておきたいのはレポートのの内容の精度これはかなり精密に書いていてリモートビューイングまで取り扱う国防省この国防総省の職員が自分が得,得られるセキュリティクリアランス内での情報の量と質っていうのをまず想像していただきたい偽情報であるとはなかなか言い難いこの時点でであくまで副産物的なものなんですね UAP を集中的に検証していてあれそういえばこの人特殊能力を発揮したのはこの人もそうだなあこの人もそうだななんだ結構いるじゃんみたいな感じでそこの部分に特化してレポートを書いたっていうような背景であるということですねでここでもう一つ強調しておきたいのは国防総省がこのジャンルに興味を抱いているっていうことこれがまあおぉ、えー、と思いましたでこのレポートを書いたのは2007年に立ち上げられた 先端航空宇宙脅威特定計画長いな。これのチーフを務めていたルイス・エリゾンド氏、はい、聞き覚えある名前ですよね。あのティックタック UFO が盛り上がっていた頃、盛んにマスコミに出てきていた人です。で、この彼によれば、コンタクティであるとか、アブダクティは肉体的にも精神的にも何らかの影響を受けるっていうことはもうこれは事実なんだっていうふうに言い切っているレポートの中で,で。そしてこれは放射線 に晒されるることと因果関係があるんじゃないいのってうよく日焼けするっていうようなことを言いますよねあの夜なのに日焼けをしたりするというでちらっとこれ触れましたけども、えー、マクモニーグル有名な、えー、リモートビューアージョー・マクモニーグルも夜中フロリダの海岸で UFO と遭遇して翌朝起きたら腕時計の跡があ残っていた白く残っていたっていう話を僕直接聞きました。 で、エリザンド氏が語った通りのことはここで紹介すると、それまで一度もピアノに触れたことがなかった人がいきなり達人レベルになってしまうようなケースもあります。で能力の開花の方向性っていうのは、いわゆる超能力という形もあります。第六感が異常に発達する人もたくさんいますということで、やっぱりこういうことでリモートビューイング能力というのも突き詰めていくと、 UAP のの一部とししててカテゴライズいいいいんじゃないのっていう,ような感じ国防総省が興味を持っていたのは明らかにこの第6巻の部分ですよリモートビューイングを含んだ予知能力予感、まあ、第6巻そうですねでスーパーソルジャー計画とかリモートビューイングプログラムこのスーパーソルジャー計画っていうのはいずれまたですね、えー、別の時期、えー、時に、えー、機会を見てまああれだなスポットライトで。 取り上げたいとは思うんですけれども、そういうような方向性の話をしているんだというふうに思います。元の仕事が元の仕事なので、で原子力関連施設、ミサイル、核ミサイルのえっ、ー、とサイロ、核の基地とか、原子力発電所とか、あるいは原子力潜水艦が航行している海域に UFO が UFO が出現して機能を停止させてしまうっていうことも多いんですよね。 でそのポジティブにもネガティブにもなり得る何らかの放射性エネルギーっていうのがあるんじゃないかというようなことでレポートが、えー、結ばれているんですけどもこれねこういう事実この方向性を見ていったっていうことだけでもレポートはこれ価値あるというふうに思うんですけど全部載ってるんでどっかであのこれあれですよね載ってるんで見ていただければヘクターエリゾンドレポートなんていう感じで。 ググってていいただけると出てくるとと出く思いますで TikTok とかジンバル UFO のフィッテージを世に出すことで役目を終えたかなというふうに思ったんですけどもこういう情報ってやっぱ小出しになってくるんですよねどんどん今度ヘ,リヘクタ・エリゾンとはこっちの方の r v とかそういう方なの方向性でまたマスコミでの露出が激しくなるんじゃないかなっていうこと、うん、ムー中島さんスプーン曲げられるようになる確かにそれもあるでしょうね超能力だから。 そちらの方向性に十分考えられる行くこともある電車とかねはいということで、えー、これですねこれです、えー、以上11位から4位までのランキングでございました、えー、後半はメンバーシップまたは無限ジクラブにてお送りいたします後半10分、えー、後半開始まで10分のブレイクをいただくんですけれども、えー、っとこのブレイク中もうメンバーシップの方でライブ配信はオープンしておりますんでチャットでやり取りするって一番これ すごいインタラクティブないい感じこれ音つながったままであのあのあれです反応も入っておりますで忘れずにですねチャンネル登録といいねの方をお願いしたいと思いますそれでは後半開始まで10分のブレークをいただきますありがとうございました